千葉県千葉市中央区の MF デンタルクリニックの安田です。今回はさまざまなインプラント治療の違いについてお話します。まずインプラントを選ぶ基準として長く続いている会社で安定しているメーカーのものを選ぶのがいいと思います。ただ選ぶのは患者様側ではなく歯科医院の方なので、それを例えば電話でどこのメーカーの何を使っているかというふうに聞くのは可能だと思います。またうちでもそうですが、と1医院で使い分けをするときに2社以上のインプラントを使っている場合もあります。その場合にもインプラントはどのメーカーの何種類使っているかというのを聞くのは可能だと思います。今はインターネットが進んでおりますので、そのインターネットで調べてもらえると歴史などがわかると思います。やはり骨の状態、骨の質によってインプラントを使い分けることはあります。当院でも2社のインプラントを使っております。なぜそれを使い分けるかという質問も聞いてみるといろんな答えが返ってくると思います。まずご相談ください。お待ちしております。インプラントに関してのお問い合わせは動画の下の URL 先よりお電話にてお問い合わせいただけます。お電話お待ちしております。